ギタリスト押尾幸太郎さんがめっちゃ好きなアーティストをご紹介するお時間がやってまいりました。さあ今夜のゲストは佐々木美和子さんでございます。よろしくお願いします。ようこそお越しくださいました。いや、とんでもないです。ありがとう。今ギターガン見してましたね。そうそう、その叩いて音出し、その見てちょっとどっかで盗もうかな。チャキさんでも結構なんか昔から叩いたりしてはったってチラッと小耳に挟みましたよ。30年前に叩いて歌い出しましたよ。先輩がいたここに風が欲しいって歌があってね、で初めにトンとトンって叩いて、で歌入るんですよ。もうすでにやられたわけですね。で僕全然新しくないんですよね。いや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 、まあまあ簡単な叩き方ですけど、でもトンとトンってリズムを取りながら歌い出す。でも斬新でしょ、そんなんだって30年前に歌ってた。みんなびっくりした。笑福亭鶴瓶っていう人がその歌をすごく好きで聴いてくれてね、元気出るっていつも言ってくれるんだけど、人に説明するとき、チャキがなギター叩きながら歌い出しよねんで、いつも言ってた。そんだけインパクトが強かったってことでしょ。私にしてみたらそうなんかなと思って言ってた話をありましたから、ちょっと、今ねすごい急で見てましたもんね。そう僕今ドヤ顔でチャキさんの前でギター叩いてるの俺とか言ったら30年前にやられてました、ね。先輩がすみませんでした。簡単なことです。さあチャキ美和子さん、押しても引いてもの、まあ、前身番組見てますが、何をミュージックショーで、クワナの兄貴の曜日に来てくださったのが、まあ、私などは初めましてだったんですけど、2004年の7月です、そうゲストの方からね、あれはね、昔の復刻版の宣伝みたいなので寄せてもらったんですよ、いわゆる横溝線シリーズとか涙橋の入ったそれのアルバムでね。でもその日からまさやんと始まったかもしれない。そうなんです、 あの番組がきっかけだったんですって。だからなんかやろうよって言って、まあまたリップサービスでやろうよないかなと思ってたんだけど、本当にメール来て、これも何かのご縁って書いてきたんですよ。で私桑名さんがその何かのご縁っていうそんな言葉が出ると思ってなくて、びっくりしたんやけどね。それ一緒にやりだしてずっと、年に何本かね。まあでも熱い方ですからね。そうやね。でも、まあ、あの人と一緒にさせていただいて、ギターを弾きながらこうお客さんに聴いてもらうっていう、どういうふうにすればいいかっていうことを横に座って学ばせてもらった気がする。ものすごく勉強させてもらった気がする。なんかね、あのどんなに小さなところでもお客さんがいればそこに足を運んで歌いに行きたいっていうのは宮子さんずっと言ってらっしゃったんですけど、ずっと続けてらっしゃいますもんね。いい加減小さいところより大きいところ行きたいんですけど、いや行けませんけど。回数すごくないですか、そのライブの回数。いや、あっちも行きたいな、こっちも行きたいなとか思ってるうちにそんなのあれね、ちょっとでも違うところ、いろんなところ行ってしてみたいなっていう、まあ、そういうのね、興味があるし、そこのお店のマスターとの触れ合いがあったりとか、そこやったら来れるっていう人もいてるじゃないですか。あのほんまなんか透明版だけとかねやってるのもありますけど、でもやっぱり行くとこまで行ったらね、ただ中学生とかね、そんな言うても来られへんわけですよ。金持ってる大人やったらね、東京でもすぐ行けるんですけど、やっとうちまで来てくれたら言ったら、あのチケット代だけで来れるんですよね。だからそれはねすごい嬉しいんですよ、地元の人。西表の島でやったらね、ちっちゃい子供がいっぱい集まってきたんですよ。まあそこはなんかあの沖縄の料理のお店やったんですけど、だからいやこれからライブ始まるのにみんな家族でかご飯食べに来たかなと思って、だからライブやんねんけどどうやってんのかいなみたいな、どうすんやろな、いつ帰んやろな思ってたら、みんな一緒に来てくれた、聞いてくれたよ、みんな聞いてくれた。そうそうそう、生の音を聞けないから、こうやって子供たちにも聞かしたいとして聞いてくれた。だからやっぱりね、私は出ていけば、出かけていけばね、あのそれが簡単なことだから、そういうのはどんどんしたいなと思いますよね。僕らもう演奏するのは好きですからね、どこでも、どこでもいればっていうね、もうおらへんかったら無理ですけど、おったらできますからね。おれなかったら練習になっちゃいますからね。もう寂しくなって帰らないな。で今日ね、実はですね、セッションをこの番組はしていただくので、お嬢さんとチャキさんのセッション聞きたいなと。なんかこうこの曲をしたいというのはお嬢さんからのリクエストですか？この愛させてほしいっていう曲をね、一緒にできたらいいなと思って、すごいアコースティックなんですけど、これあれなんです、ギターがあの石川貴彦さんかと思ったらそうじゃなくて、あの、有田さん。そうなんです。あの、これはね、こうやって2001年からもう一度本格的に歌い出したんですよ。
でその時にいろんな理由があって、ライブでもいつも言ってるんですけど、一つは子供が大きくなったこと、はい、そして一つは自分が大台に50歳になった時、これでいいのかなっていう、うん、これからの人生をやっぱこのままで終わったらなっていうのがあって、やり残しのないようにと思ってやったこと、それからその1996年か7年かその鶴瓶ちゃんと一緒に京都でコンサートをさせてもらう機会を得て、はい、前の歌ばっかりじゃなくて、なんか歌作りたいなって思った時に2曲作った。その2曲のうちの1曲なんですよ。はい、この愛させてほしい。はい。あ、じゃあすごく大事な曲だ。そうなんです。それで、その時にちょっと出したんですけれども、シングルでね。はい。でも、自分が自由に動けなかったものですから、その時のちょっと悔しい思いをしたことがいくつかあったのね。で、それをやっぱり、こんなものを引きずって、また次に思うのかなんなと思って、それでもう2センチなんかもう一回歌おうと思って歌いました。なるほど。だからすごく思い出があるんですよ。で、それを今年の5月に、もう一度ジャケットを先週、安子さんにお願いして。ね、素敵でしょう。で、中の音源は、その97年録音した時のその音源なんですけど、はい。だから有田さんがアレンジしてくれて、河合さんやら、昴生さんのサポートメンバーの人たちがみんな入って、結構贅沢な録音して、ね、めちゃくちゃいい音ですよ。じゃあこれを、お二人の世界で。ちょっとやってみたいなと思うんですが。はい、緊張します、ね。お願いします。
抑えきれない。時は過ぎ夜が更けても、このまま二人こうしてそばでいられたら、愛させて愛させて愛させて欲しいの、愛させて愛させて愛させて欲しいの。ありがとうございました。ありがとう。さきさんのね、私この歌声優しいんですもん、ね、包み込まれるようでも大好きなんですけど、ありがとうございます。ギターの音もでもすごい気持ちよかった。僕ね、そう、さきさん、あの謙遜してるけどギターめちゃくちゃいい音してますよ。ギターってね、うん、昔やってた時はね、そんなに興味なかったんですよ。あ、まあ歌は歌いはるからね、うん、で歌もまあ興味もなかったん、ね、なんでやあれどっちか持ってくださ い、 い今頃言ったら悪いんですけど、はい、最近というか2001年かもう一回やりだした時に、うん、あのいつもよくやったりする大先輩の岡崎凛天、はいはい、凛天と一緒にさせてもらった時にものすごい音を聞いたんですよ。で、私そんな音をいっぺん弾いてみたいなと思って、でその時に初めてエレアコなるものを弾いたんですよね、そしてちょっと他のものもいただいてやったら、なんかものすごく面白くて、ああ、ギターが。ギターが面白くて、うん、昼間からこう弾いてて、ふっと気づいたらもう周りが真っ暗やったんですよ。それからです、なんか弾くことが面白くなって。名前は音が出るのは怖かったんですけど、ギターの音が出るの。うん、こうボンと出るのが、みたいな。いや、出てしもた、みたいな。あ、まあ、それも弾き方下手だから、先ほど、なんかその、それももう一人巨匠の中川伊佐さんが、もう次から次へと聞きしてる名前が。すごい人ばっかりですけどね。はい。あの大先生が初め歌い出した時に一緒にツアーしたんだけど、ギターの音しっかり弾くと、歌がしっかりしてくるって言わはったんですよ。めっちゃいいこと言いますね。うん。で、私、その自分はギタリストじゃないから、そのギターしっかりっていうのは歌の方がまあメインですからっていうふうなことを私は思って、ちらっと言ってたんやけどね。でもやっぱりそうだと思う。正しいわ、伊佐さんの言わはったことが。本当にそう思いますね。師匠、いいこと言わはりますね、うん、やっぱり違うわ。ねえ、聞いてる伊佐さん。伊佐さんに、凛天さんにこの番組聞いてくださってる方ならご存知のもう大先輩方。ね、伊佐さんでも最近歌ってますからね、すごい。そうですね、結構好きなんですよ、ね。歌好きなんですよ、ね。なんかこう素朴な感じでいいよね。そうなんですね。あのトーキングギターのこうつぶやいてる感じで歌うんですけどね、伊佐さん。いいですね。さあ、そしてですね、はい、今日はあの、チェキミヤコさん、10月13日に新しいアルバムがリリースになるということで、それをお持ちいただいたんですが、はい、Two Doors Away というタイトルで、うん、こちらも巨匠、石川貴彦さん、プロデュース&アレンジ。石川貴彦さんですよ、これまた。番組一度お越しいただきましたね。いやいやいや。すごい方です。いやー、でも本当にね、まあ、幸せなことですね。そのすごい、あの素晴らしい方と一緒にさせていただいてね、それはやっぱりものすごく影響を受けて、自分にとって本当に大きなことだと思います。でもなんかこう人間的にもすごく石川さんの場合はもうすごい謙虚だし、ね、それでいて演奏しはったらあの音がもう前にドーンと来るでしょう。ドーンと来ますからね。あれびっくりしますよね。でも一緒にしてくださいという依頼が来て、それで石川さんにお願いしたらいいよとかって言って、私もへえ、そんなんいいって言ってくれたと思わなかったもんですから、すごいもうそれだけで嬉しかったんですけど、ね、なんかね、あの石川さんのスタジオ、ファルコンスタジオにてこれ12曲入ってるんですが、全てをレコーディング、はい、つまり石川さん家でやってる的なことですね。石川さん家の玄関入ってちょっと横の戸を開けたとこがファルコンスタジオ、高スタジオですね。高スタジオ、はい、そこでさせてもらいました、それでもっとおかしいことが、その前にコンサートするときにリハーサルをしながらね、東京のスタジオわからないから石川さんどこか借りたらいいとこ教えてくださいって言ったら、いやうち来ればいいって言って、助かりますって家の住所を聞いたんですよ、なんか聞き覚えのある住所で、ひょっと
してと思って調べたら、私の高校の同級生の家の一軒置いて隣え、そうなんです一軒置いて隣ですよ、ね、むっさ近所ですね、突っかけて行けるような、はいはい、間違えてそっち行って録音したピンポン友達ごめん間違えたそうじゃなくて、うん、でも本当にそこでさしてもらって、うん、で一軒置いて隣に帰って寝て、次の友達に泊めてもらって泊まって、そう、はい、一軒置いて隣が通ってたんです。だからタイトルもね、うん、今回はまあ石川さんのスタジオでさせていただいたっていうことも大きいし、うん、まあ、そうやって一軒置いて隣のご近所であったっていうそういうご縁もあって、はい、Two Doors Away、 あ、分かりやすい、これそういうことなんですね、このタイトル、うん、Two Doors なんや、ね、そうなんです、うん、だからその友達もちょっと海外のいろんな仕事をしてるので、うん、一軒置いて隣ってなんて言うのって聞いたら、うん、Two Doors Away がいいんちゃうって言われて、いいタイトルですね、ちょっとねおしゃれゲーな、うん、でも石川さんのやっぱりそのトータルなプロデュースというかアレンジというかその演奏中のジャッジというか判断とかすごいですね、それ早いもんね言われることがね、パシッとそこで判断される。そして私も18曲ほど出してこの中から12曲選ん でサービストラックみたいな感じで一人の道を入れようと思ったんですよね、石川バージョンで今度入ってるんですけども、でそれもまあ、これとこれがいいんちゃうって言ってくださったのはやっぱり的確に、うん、これが10月13日にいよいよ発売になるということなので Two Doors Away タイトルにそんな秘密がという感じなんですけど、うん、ぜひぜひもうちょっと楽しみにしててほしいなと思うんですけど、ですね、はい、さあそしてやっぱりあの冒頭にもありましたようにチャキさんいろんなところにライブにいらっしゃってるんですけども、はいはい、近いところではまずですね、はい、9月27日もう今週でございますが、木曜日大阪茨城キャンプファイヤーという、うん、19時30分スタートのライブがございます。お問い合わせは 080-6125-9556 080-6125-9556 です、そしてその後はですね次の日にチャキ都京町屋ライブがあります畳であらいいマイクなしで雰囲気え生で、うん、あそうなんですか、うん、これいいかも、うんね、お弁当付きでお弁当付き京都ですよ、ね、9月28日金曜日19時スタート、京都京料理仕出し松久米さんでございますので、お問い合わせはもちろん松久米さんに 075-351-0748 075-351-0748 までお問い合わせください。さあそして、10月13日にアルバムがリリースになった後のライブになりますが、10月22日月曜日が19時から京都の実徳でございます、こちらの問い合わせは実徳さん 075-841-1691 です。東京のライブも実はありまして、そう、その普通レコ発っていうとみんな揃ってやりたいんですけど、はい、石川さんのスケジュール土日全部さだまさしさんでダメなんです。あ、そうか、そうなんです、ツアーが入ってるんですね、細井豊さんにも参加してもらってるんですが、細井さんももうスケジュールいっぱいで私が一番暇なもんですから、とりあえずはまず一人でね基本まず動いて、うん、で動ける時に一緒にできる時にって思って、うん、だから東京11月1日が初めて、うん、多分それだけになるかもしれない、六本木の B ハイブ、はい、でやるんですね、これ、はい、この時がチャッキ宮子さんと石川貴彦さん、細井豊さん、これもセンチメンタルシティロマンスというね、はい、そ, そうなんです、だから絶対それ聞き逃さないようにしてほしいなと思うんですけど、ね、11月1日にこれがございます、はい、そして11月5日にはですね、神戸の北のクレオールで、こちらはでも細井さんいらっしゃるんですね、はい、はい、もう細井さんもピアノからアコーディオン、それかハーモニカ、ああコーラス、うんうん、もう何でもできはるから心強いですね、もう演奏も楽しいですよ、あの方の姿見てるだけで楽しい素晴らしいと思いますよ、だからもう石川さんも大喜びで、うん、すごいねってずっと言ってはりました、なんかすごい大人の空間な気がする、うん、そうね、はい、まあ、それが11月5日の神戸北のクレオールね、はい、北のクレオールか、はい、あの他にも多分続々とチャキさんライブ決まっていくと思いますので、はい、こちらはチャキミヤコさんのオフィシャルホームページでこまめにチェックをしていただきたいと思います、はい、お願いします。では10月13日発売なのでもうちょっとお手元に行くまでは時間があるんで、はい、この To Doors Away から1曲お届けしようと思うんですが、はい、何聞いてもらいましょうかね、うん、なんか迷ってしまいますけれども、うん、まあ深夜でしっとりと、うんね、しっとりとあなたにいてほしい、わお、これは石川さんご自身の、うん、いいなって言ってくださった、褒めてもらった、すごい褒めてもらっ
って、うん、私もものすごくその気になったんですけど、まあちょっといい、ね、そういう大人な雰囲気、うん、あなたにいてほしい、うん、あなたにいてほしい、聞いてください、はい。10月13日にリリースになりますアルバム To Doors Away の中からチャキミヤコさんであなたにいてほしいお送りします。今夜のゲストチャキミヤコさんでした。ありがとうございました。本気に、本気にありがとうございました。最後の最後まで諦めないで、今さらなんて思うことはない。くすぶったこの想い弾けて飛んだ、悲しくなる夕暮れ時、あなたと交わした言葉の数々、同じ言葉の海にいることを知って、忘れかけ心のときめきは変わらない。男のあなたがいてくれたから、女の私でいられた。吉岡太郎の押しても引いても、この番組では皆様からのお便りリクエストお待ちしておりますので、ぜひぜひ送ってきてください。そしてパソコンお持ちの皆さん、ストリーミングも配信中。今週はギターもっと教えたろう七色練習中です。はい、頑張っております、ね、はい、ぜひアクセスしてください。あっという間の30分、お相手は吉岡太郎と南香里でした。おにゃー。